今回は数値の制限定理の応用について、よくわかる数学1という問題集から、2問221番と222番を使って制限定理の使い方を紹介したいと思います。まず221番、三角形 ABC において、次の2式が成り立つとき、この三角形がどんな形かを調べなさいと。でこの2式は、辺の長さと、角の大きさが、入り混じった数式で、特に角の大きさっていうのはなかなか、このままじゃどんな形の式、三角形なのかっていうのは分かりづらいので、制限定理を使って角度を全部消して辺の長さだけの式にしてから、三角形の形を調べるっていうことをやります。どういう意味かっていうと、例えば、sinA っていうのは、A÷sinA イコール、2×三角形 ABC の外接円の半径 R っていうところからですね、A÷3A イコール 2R と、でサインの混ざったこの式っていうのは結構扱いづらいんだけども、この式をちょこっと変形すると、3A は A÷2R っていう、ただの辺の比率、角度サインが一切ない式に変形することができると。それを利用すれば、これら5つがですね、全部辺だけの式になって、もうちょっと分かりやすい数式になるだろうと。ということで、まず制限定理を使って全部書き直します。制限定理より、sinA は A÷2R。同様に、sinB は B÷2R。で、sinC は C÷2R。これを使い、ここらこの2式に代入すると、それぞれ A÷2R の2乗足す B÷2R の2乗イコール C÷2R の2乗。2番目の式は A×A÷2R イコール B×B÷2R2R ですね。で1番の式全部2R の2乗が分母にある式なので、この3つの項左辺と右辺両方に 2R の2乗をかければ、この式は A の2乗足す B の2乗イコール C の2乗になります。同様に、2番目の式は項が2つありますが、両方とも分母が 2R なので両辺を 2R 倍しましょう。そうすると A の2乗イコール、B の2乗となります。で、この式が成り立つっていうことは、三平方の定理の逆、三平方の定理の逆により、この式が成り立つということは、三角形は角 C が90度の直角三角形であると。角 C が直角である三角形ということになります。また2番目の式は何を言ってるかっていうと、 A の2乗イコール B の2乗だから、両方ともプラスの値なので、この式は A イコール B ということです。ということは辺 A と辺 B の長さが等しく、なおかつ角 C が90度だから、こんな図ですよね。こうなってて A の辺と B の辺が等しい。だからこの式から言えることは、二等辺三角形、辺 BC イコール辺 AC の、二等辺三角形ってことが分かると。この連立を同時に満たしている三角形は ABC はどんな三角形かといったら、分かることは、三角形の大きさは分からないですけども、角 C が90度の直角二等辺三角形というふうには言えると。角 C が、直角の、二等辺三角形であると。というふうにですね、この与えられた数式を、三角形 ABC の sinA、sinB、sinC っていうのは、外接円の半径は分かんないけども、辺だけの式に直すことができると。でそれを使うと、比較的、整理しやすい式が出てきて、あとはその式の解釈ということになります。では2番目、222番、
三角形 ABC において、次の3式が成り立つとき、辺 A の大きさと外接円の三角形 ABC の外接円の半径 R を求めようと、まあ、外接円の半径を求めようっていう、まあ、こういう言葉が出てきてるから、まあ、正弦定理でも使うのかなと、これね、正弦定理でも使うのかなって感じですけども、この情報をどう解釈するかですね。 sin A が5分の3っていう情報の前に、まず、まあ、コサイン B がですね17分のマイナス8ってどういう情報かっていうと、要するに角 B の大きさが与えられてるということです。まあ、残念ながらその角度は30度とか45度とか、まあ60度とかそういう綺麗な角度ではないんですけども、辺の比率が綺麗になる、まあ、図にするとこういうことですね。コサイン B が17分の8ってことは、まあ、半径が17の横の長さが8、まあ、どんな方向ですかね、まあ、これ17だとすると8だから、こんな感じですかね。だからコサインがですね、まあ、マイナス8の、まあ、17、こういう方角の角度ってことです。角 B の大きさはこの大きさですよってことです。同様にですね、まあ、sinA イコール5分の3ってことは、角 A の大きさっていうのは、角 A の大きさっていうのは、まあ、3対5、ここが3対5になるような大きさということになります。 OK。 ただsinA が5分の3になるっていうのは、鈍角の可能性もあるんで、まあ、2つ考えられるんですね。まあ、およそ何度だったかな、まあ、37度ぐらいの可能性と、180度から37引いた、まあ、143度。まあ、2パターン考えられるんですよ。この式だけだったらね。ただし、まあ、B は鈍角になっているってことが、cos のマイナスというところから分かるため、まあ、角 A は A 角ってことが分かると。まあ、だから角 A はまあこの大きさなんだなと。角 B はまあこのぐらいの大きさなんだなってことが分かると。要するに、まあ、こういうことなんですよね。A と B の大きさは分かっているよっていうことなんです。で、なおかつ、辺 B の長さ、角 B の反対の辺の長さが分かっているから、まあ、要するにですね、2つの角と1辺が分かった三角形です。2つの角が分かるってことは、まあ、3番目の角も、まあ、まあ、分度器でも使えば分かるわけで、一応この角もね、まあ、まあ、求められるわけですよ。数1の段階では求めませんけども、まあ、数2になると、まあ、この2つの情報から、まあ、この角も、まあ、求められます。はい。まあ、とりあえずですね、要するに、2つの角とその間の辺が分かっている三角形だから、まあ、形としてはですね、この情報、まあ、一辺と両端の角が分かっている、一辺と両端の角が分かっている図形なんですね。だから、まあ、その場合は正弦定理使おうと、まあ、アングルサイドアングル分かってんだったら、正弦定理かなという感じです。はい。で、まあ、どうやってこれ解くかってことは、なんですけど、まあ、辺 A を求めたいから、まあ、これですね、 A÷3A イコール 2R っていう式がまあ使えるかなと。A÷3A からいけるかなと。あるいは、まあ、あとは B と B が分かってるんで、まあ、2R いらないな。とりあえずここからいけるね。ここから A÷3A イコール B÷3B からいけます。正弦定理より、まあ、これと。で、 B と B というペアが分かってて、角 A の大きさが分かってるから、ここを求めることがまあできるだろうということです。まあ、一つだけね、この式に代入できないのは sinB っていうのは、分かってるのは cosB なんだけど sinB だ、ね、sinB を使わなきゃいけないと。ここは、三角比の相互関係、 cos 分かってたら sin はこの等式から求められますと。あるいはもうこの図ですよね、 cosB がこのぐらいっていうことなんで、まあ、これ三平方の定理使ってこの高さを出すと、まあ、ここ y とするとですね、y の2乗足す8の2乗イコール17の2乗と。だから8の2乗イコール17の2乗引く8の、y の2乗イコール17の2乗引く8の2乗、まあまあまあ計算すると15なんですね、y はね、プラスなんでね、まあ、ということで、sinB の値はですね、まあ、頑張って計算すると17分の15と、B は、90度から180度なんで、まあ、sin はプラスの17分の15と。はい。まあ、それが分かったらこれ代入して、A は分からない、3A は、5分の3
B は25で、 sinB は17分の15で、 A イコール両辺に5分の3をかけるから、25かける5分の3割る17分の15、ここ約分しとくと、まあ、5の15割る15割る17、まあ、両辺に、まあ、ちょっと計算すると、まあ、17と、上と下17倍して、上と下17倍して、で15を約分で17と、よって A イコール17ですね。まあ鈍角の反対にある辺の長さが25なんで、まあその反対の A の反対は、まあ、それよりは小さいんですけども、まあ、17ということらしいです。はい、じゃあ次に外接線の半径、外接線の半径はって言ったら、まあこれイコール 2R を使えばよく、まあ、せっかく求めたこれを使っていきましょうということで、まあ、17割る5分の3イコール 2×R ということは、 R イコール17割る、まあこっちを2倍するから5分の 3×2、まあ上と下5倍すると6分の85と、6分の85っていうのは、うん、まあ14点ちょっとですね、14点ちょっとと、まあ、ちょっと本当にそのぐらいかどうかちょっと分かんないですけども、まあ、計算にミスがなければ、まあ、こんな手順で、外接線の半径が求まりますよということで、まあ、これ見た時にね、まあ、これなんだよとかじゃなくて、あ、 A と B の大きさ分かりますね、あ、アングルサイドアングル系だから正弦定理使おうかなといった感じで、あとは cosB を sinB に直すこの式を忘れずにいれば、まあ、それほど難しい問題ではないかなと思います。ということで、正弦定理の応用はまあこんな感じです。まあ、次は余弦定理の応用に行きます。